日本宮城県仙台市青葉区立町立町は、日本の宮城県仙台市青葉区にある町名である。1970年の住居表示の施行前とそれ、以後では、範囲が異なるが、現在の仙台市都心部からは、西から北西に位置する。17世紀初めに、仙台城下町が建設された時に、岩出山から町ごと移転して設けられ、五府大町の一つ。 24町の内第4位につけた。現在は、範囲を北にずらし、中、高層の住宅地である。江戸時代の建町は、西端を、柳町、東端を国分町に区切られる東西に長い町で、あった。現在の地名では、広瀬2の西側の一部で、西尾、西公園通りとの交差点、東尾国分町通りとの交差点までの区間の両側にあたる。当時は、 道路の両側を合わせて一つとする区割り法を取ったので、建町はその両側の町であり、また道路をも刺した。西には中の瀬橋に通じる道が伸び、東には建町2が東二番町まで続いていた。建町2は建町まで通じる道の井で、建町とは別の道である。北には本領町、南には魚町と背中合わせで隣接した。 現代の建町は道路に境界線を引く区割り法によって南は広瀬通、北は定前寺通り、東は万水通り、西は西公園通に囲まれた地区である。旧町名では建町、本路町、本丹谷町、定前通り阿倉邸、元柳町のそれぞれ一部からなる。旧立町は広瀬通と万水通りによって4分割され、そのうち北西部だけが 新しい入り図町に含められた。北東は国分町2丁目、南東は国分町1丁目、南西は大町2丁目に入れられた。縦町の語源は、はっきりしないが、他の城下町の例から、城から見て、縦に長く配置された町というところから、名付けられたのだろうとする説がある。戦国時代には、伊達市の本拠米沢にあり、欧州市沖によって、 伊達政宗が移転を命じられると、伊達市に従って、岩出山に移転した。関ヶ原の戦いの後に、政宗が仙台に居城を移すと、また従って移った。こうして、伊達市と共に転々とした町は全部で6つあり、五府大町という。仙台の町人町には、町列という序列があり、伊達町は、大町、魚町、南町に次ぐ、第四位とされた。 建町は五府大町の中では最も北に設けられた。城下を南北に走る欧州街道から西に出る道の両側が建町である。南隣は背中合わせで魚町、北隣は武家屋敷であった。建町は五府大町の特権として6年に一度9月五日市を建てた。これは六つの五府大町が順番に九月の間主要十七品目の売買を 独占するもので、期間中は、城下の商人も外から来た商人も立町で店を借りて商売した。この特権は、慶安4年10月に廃止され、代わりに、城下の商人から総額70巻480分の必死を徴収する権利が、6年交代で巡ってくることになった。また別に、城下での穀物取引を国庁と共に独占する権利もあったが、その特権は、 遠方3年売る4月の売り散らし例で、他の町の独占権ともども一斉に廃止された。代償として、他の町の商人は全を縦町と国庁に収めることになった。五府大町は城下町の中心部にまとめられたから、縦町も仙台の中では中心部に位置した。しかし、町人町の中で比べるなら、街道筋から外れ、あまり良い立地ではなかった。 屋敷や蔵などから見た町の繁栄は仙台の町人町の中で中程度である。建町には仙台星を製造した夏池があった。1945年7月10日の仙台空襲で焼け野原になってから仙台市は復興の中心街路の一つとして広瀬2を設定した。広瀬2は仙台でも有数の自動車交通量が多い道路になり、 その東半分は中心街の一部になったが、建町にあたる西半分は中心部から少し外れたところに留まった。21世紀初めには業務ビルと高層住宅が並んでいる。1970年2月1日の住居表示施行により、仙台市都心部の多くの古い町名が消え去る中、建町は外区として名を残したが、その位置は北西に大きくずれた。 新たに取り込んだのは、江戸時代には武家屋敷だったところで、そこは商業地としての歴史を持たずに住宅地であり続けた。この範囲の建町は21世紀初めの現在も中高層の建物が多い住宅地である。町内に仙台市立立町小学校が設置され、現存する。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 ありがとうございます。